に向かっています。過去に一度だけ平日に行ったことがあるのですが、本日はお盆の始まり、大型連休での混雑は予想される。知らない土地でのコンビニ休憩は、道の駅や高速のサービスエリアにいる感覚にも似ている。渋滞を避けるため下道を選んだのが正解だった。一度も渋滞することなく現地まで向かえそうだ。混雑はなく、スムーズに駐車できた。入り口に近づくにつれ、にぎわいを見せ始める。では、入るとするか。地下の気温は11度、上着がないと寒いくらいだ。ディズニーのアトラクションにでも乗るようなワクワク感。とりあえずこの雰囲気を見てほしい。大谷資料館は様々な映画や MV の撮影に使われており、テレビなどで一度は見たことがある方も多いかもしれない。この角度の景観は神だ。ここで大谷資料館とは一体何なんだと気になる方も多いはず。石の町大谷、大谷石に育まれ発展した大谷、現在では大谷石採掘の手掘りから機械掘りへとなり、昔概要欄にホームページを貼っておくので見てくれ。過去に撮影された作品の写真、こちらもホームページをご覧いただくと、かなりの数の作品がこの場所で撮影されていることがわかる。
栃木県の宇都宮に来た際は、ぜひ大谷資料館に来ることを強くお勧めする。動画では伝えきれない迫力に感動するだろう。あっという間の時間だった。再び地上へ。気温差から一気にレンズが曇った。真っ白に曇った眼鏡をかけた人々で溢れている光景が微笑ましかった。せっかくなのでもう少し観光を続けようか。来た時よりも混雑しているようだ。大谷資料館から徒歩10分ほど歩くと、日本遺産の大谷寺がある。お腹がすいたな。栃木の宇都宮といえばやはり餃子だろう。さまざまな名店の餃子を食べることができる行きつけのキラッセ本店へ。嘘だろ、なんだこの行列は。無理だ、待てない。近くにミンミン山差といった人気店もあるが、おそらくそこも大行列が予想されると考え、キラッセでいつも注文するメンメンへ向かった。この人数なら我慢できる。ほんの数分で店内へと案内された。めんめんの名物羽根付き餃子。外はサクサク、中はふんわりジュワー。私は焼き餃子の中では一番好きな店である。ちなみにこの中華そばがかなり美味で驚いた。ああ、うまかった。また酒を飲めるときに宇都宮に行きたい。こ
んな日帰りドライブもたまにはありだな。さあ、次はどこへ行こうか。国道4号線すごいな。行きも帰りもスイスイ。日光街道これ。いやー、これちょっと栃木とか東北方面行くとき4号線で行けちゃうね。ずっとドライブ高速乗らず行けちゃうね。日光街道すごい。